カエルのカバン屋。もうすぐ1年生の翔ちゃんは、次のお休みにパパとママとランドセルを買いに行く約束をしていました。どんなランドセルにしようかな。毎日ワクワク眠れません。そんなある日、ママとスーパーに来た翔ちゃんは、僕待ってる。お店のベンチで待っていることにしました。ふと見ると、あれ、あんなお店あったっけ。見たことのないカバン屋さんがスーパーの端っこにできていました。しょうちゃんがカバン屋さんを覗いてみると、動物の顔や恐竜の尻尾、なんだかへんてこなカバンがたくさん飾ってあります。その奥に丸いメガネをかけて服を着たカエルのおじいさんが新聞を読みながら座っていました。え、カエル？しょうちゃんがびっくりして固まっていると、気がついたカエルが新聞をたたんでこちらへ近づいてきました。何をお探しだい？か、カエルが喋った。驚きすぎた翔ちゃんは口をパクパクさせました。するとカエルは翔ちゃんをじーっと見つめて言いました。ほうほう、君はもうすぐ1年生か。ふむふむ、ランドセルが欲しいんじゃな。カエルはそう言うと、お店の奥から何やら取り出してきました。なんでわかったんだろう。翔ちゃんがびっくりしていると、ほれ、こんなのはどうだい。カエルは羽の生えた黒いランドセルを机の上に置きました。こんなランドセル見たことありません。これはな、羽で飛べるランドセルじゃ。飛んで学校に行けるなんて最高じゃろ。カエルが言うと、羽がパタパタと動きました。すごいよこれ、すごい。しょうちゃんは見たことのないランドセルに大興奮です。早速背負ってみると、羽がパタパタと羽ばたいて体がふわりと浮き上がりました。うわ、浮いた。しょうちゃんが感動していると、羽は嬉しそうにもっとパタパタと羽ばたきました。すると体がどんどん浮き上がり、そのまま外へと飛び出しました。空高く上がったしょうちゃんの隣には鳥たちが飛んでいます。なんて素敵なランドセル。そんなかっこいいの見たことがない。鳥たちは口々に言いました。しょうちゃんは嬉しくて、もっともっと高く飛び上がりました。すると、しょうちゃん、ママの声が耳元で聞こえました。ふと気がつくと、そこは最初に座っていたベンチでした。カバン屋の方を見てみると、そこには何もありません。しょうちゃんはベンチですっかり眠っていたのです。次の日、みんなでランドセルを買いに出かけました。もちろんあのスーパーのカバン屋さんではありません。お店に着くと、看板にカエルカバンと書いてありました。もしかして。しょうちゃんはドキドキしながらお店に入りました。すると、残念ながらへんてこなカバンはありませんでした。店員さんもカエルじゃなくて人間のおじいさん。しょうちゃんはおじいさんが勧めてくれた
黒くてかっこいいランドセルに決めました。するとおじいさんが何かランドセルにつけてくれました。これは無事帰るというお守りじゃ。それは暗い道で光るキーホルダーでした。キーホルダーにはあのカエルの顔が描かれています。しょうちゃんが驚いた顔をしていると、おじいさんはしょうちゃんにウインクをしました。なんだか不思議な体験をしたしょうちゃんは、買ったばかりのランドセルを眺めながら、いつかこのランドセルに羽が生えて空を飛べるんじゃないかな、ワクワクしながら一年生になる日を待ちわびました。おしまい。じゃあここで3つクイズに挑戦だブー。1つ目だブー。どうだブー、わかったブか。あ、そうだブー、このお話の絵本が欲しい子は説明欄を見てみてる。2つ目だブー。これが分かったらすごいブよ。3つ目だブー。お話を集中して見ている証拠部ね。また面白いお話をたくさん作るから、グッドボタンとチャンネル登録よろしくブー。